やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジなドキニハマです。現在2024年の8月4日日曜16時38分ですね。はい、今日も朝ね3時9分に起きまして、リアクション2本撮って、そして、まあ、無事に UFO の、まあ、グッズですね買いに行けて、 まさかのラッピング電車までねたまたま乗れるというね、幸運に恵まれましたが、今すんごい雷です。ゴロゴロ降ってます。やばいなこれ。はい、でさっきちょっとね、まあ、20分ぐらい紙に取ってました。はい、ということでここからはアトリマイディアモメンツ4話ですね、ディアニメストアで見ていきます。はい、先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界丸見えテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は痛快明石家電視台でなんと明石家さんまさんと共演、テレビ30本以上出ました。やば。はい、そして2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひともお願いします。ではいきます。なおアニメ本編はなかなかさんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後に、リアクション部分のみ確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、さあと。あ、これ7ミリリカやね。ミオとトールやね。定石発電。できないということがわかる。じゃあ、オッケー。あとにちゃんと水着ないな。定石発電って言ったっけ？さあ、キャサリンどこ行ったのな。そう、今回サムネイルでリュウジが優しい顔しとんねんけど、え、青梅危険度何それ。すごい雷やな。えぐいぞこれ。カニと電気は大事。今期でヒロインでは、お、雷門今の。
リュウちゃんはカスタード入ったのね。あ、野島製機第一工場。うるせえな。止まった。ちょ待って、めっちゃ止まった。ごめんなさい。4分15。雷と一緒にめっちゃ止まった。これ雷が起きないから。ごめんなさい。3、2、1、スタート。すいませんでした、ほんまに。不気味の谷は4時間中。へえ。なんちゃちょっと止まったせいでいろいろ飛んでもたけど、え、人間が不気味に感じると、ロボットの笑顔を。カニや、たこ焼き機、ああ、今が焼きか。カニバーベキュー、おお、すごい作画。のかな、やな、すごいのかな。ああ、今がきか。なんか学校なんかあれさね。わ、洪水警報出た。決闘。無休、無休って。
そういうことだ。おお。おお、相棒、イーグータチア。あ、ここかな、サムネイル。あ、キャサリンや。なんか持ってた今。どっちなのね、人として扱うのか否か。断じて違う。あれ、七尾かな。夜桜さんちの七尾かな。ああ、キャサリンや。あ、ナイフやな、持ってたん。ああ、ナイフを持ってたんか。ああ、かわいい。何このアトリ、スイカに乗ってる。え、急に。えらい変化になったな、急に。おお、おお。
あれ攻撃したな。おお。フンス。ドボンカツ。フンスフンス。小学校の教、あ、先生やったんか、キャサリン。あ、長田花子。みんなの教室。モーター。蓄電池ね。うん。ちっさ、炭酸一本。クッキングパパみたいな顎しとんな。モバイル電源やん。
第4世代ね、廃盤、まあまあ売るわけないわな、そら。ただなぜリコールになったかという理由がわからんわけね。ちょうど影のとこで言う。ああ、役に立ちたいのね、アトリーは。とにかく悪化だ。あ、終わった。定石発電したっけか。定石発電。カニや。あ、オッケー。ちょっとタイマー狂ってたかな。23分40秒ね、ちょっとこれったかな、ちょっとごめんなさい、まあ、途中止まってもうて、もうあの瞬間に話飛んでもうたな、だいぶ。ほんで、えらいな、洪水警報出たぞ。はい、まあまあまあ、ええとして、ちょっととりあえず、前回ね、電気を作るための材料が、目の前にあるやないかいと言ったけど、何発電でしたっけ、ちょっともう一回そう聞きたい、何発電、定石発電つった常設発電つったなんて言ったどこで言ったっけな、
この辺かな。ああ、定石発電言ってんな。今23秒ね。定石発電だよって言ってんな。定石発電。定石発電。え、ちょっと普通に漢字で出るかな。定石発電。出てこんぞ。定石発電って何？出てこうへんな。検索でも出てこうへん。漢字も変換されへん。定石発電って何や？聞き間違ったかな？え、定石発電かな？あ、定石発電、これか。これか。いや、違う違う、これ張力発電だったな。定石発電で検索したら張力発電になったな。まあええか。でまあまあこれをやるにあたってまあその龍二の、実家が実家、まあ、野島発電、野島なんたら工場をやったということで、それの材料を集めるために海に潜ったわけね。でそのためにアトリが水面の、中学生の水着を着て褒められたのかどうかようわからんということでね、この辺がもやんとしてたけど、でまあ潜って、その野島こうなんたら工場、野島精機工場だったっけな、の中からまあいろいろ拾ってきたと。なんか樹脂とかなんとかかんで、まあいろいろと材料集まったわけやね。でそこで今川焼き屋のプレートかな、あれプレートと、あとアトリがカニを拾ってきたよね。ちょっとこの辺で一回ビタッと止まったから、あれ雷のせいで止まったんかな。ドーンなった瞬間に止まったと思ったけど、すごいな雷。ほんでまあ上がってきて、まあバーベキュー、カニバーベキューして、でアトリーね、高性能やからこうね、味まで分かるけど食べる必要ないってことで、あ、じゃあちょうだいっつって、あの雪やったっけな、雪じゃないわ、うん、にまあ取られて、あーなったん、可愛かったけどね。で、まあ、今川焼きも焼いて。ところがどっこい、ここで、龍二と、それから、夏希が、なんや、喧嘩を始めた？喧嘩というか、夏希は計算上いける。ただし、経験上の話をしていると。何でも計算通り行くと思うなよ、ということで。まあ、これによってね、まあ、夏希が謝ったのが良かったね。何経験者がいるのは心強いし、それからバカやと思ったことを申し訳なかったっつって謝って、うん、まあこれでね、あ、まあもう、まあ、お前はよう分からん変なやつだけどっつってね、よろしくな相棒が良かったね。あ、すごく良かったね。ただしそれを見てたアトリがなんかこう自分は役に立ててへんなということで、ちょっとこうなんつうの、へこんだというか、なんというかね。で、まあ、それを、まあ、ちゃんと水面が見てたと。ほんで、帰って、水面が、着替えを持ってきてくれたやつかな。パジャマ的なものを。で、ここで、まあ、なんか、この前か、ヒューマノイドが、その、なんたらの谷を越えたか、なんか言ってたな。なんだっけ、笑顔の谷じゃなくて、なんだっけ、不気味の谷やったっけ、なんだっけ、なんか越えたっつってたな。なんつったっけな、ちょっとカメラで止まってもだから、ちょっといろいろ入らなかったけど、なんか何、ロボットがあまりにこう人間らしい表情したりすることをこう人間が恐れてしまう、なんかそんなこと言うんだっけ、逆か、まあなんかアトリがそれを超えたから何度か言うてたね。ちょっとこの後もう一回見直しますけども、うん、そんな話があったな。なんかこれもなんか今後の伏線になってるんやろうか。まあほんでまあロボットがこうあまりにもこう人間らしくなったとき、人間として扱うのか、ロボットとして扱うのかということをこう、ちょっと喋ってたけども、これ難しいね。まあ、実際ね、これ現実問題だったらもうロボットは何ぼやってもロボットだと思うんやけどね。うん、で、まあ、ここで急にキャサリン登場。で、まあ、ミナモをね、人質に取ったわけやけども、ここで人間に攻撃できひんはずのアトリがまさかのパンチをかますよね。で、キャサリンもバーカバーカバーカ言ってどっか行ったけど、またどこ行ったんや。で、まさかの先生やったと。なんとか花子って言ったな。ね、何花子って言ったっけな。
忘れた。まあ、なんとか花子ね。うん、で、花ちゃん先生というのがかつていたというのをリリカが言ってたと、うん、いうことだし、まあ、リリカたちとは顔見知りっぽいね。だから、まあ、多分また出てくるやろうけども、今度はちょっと まともに出てきてほしいな。そして、この先からは、まあ、話が進んで、とりあえず蓄電するバッテリーが必要やという話から、まあ、どこにもない、どこにもない。で、買い取りをするというおっさん、あ、何屋さんって言ったらいいのかな、正しくは。が、なんかそのね、第4世代が、そのリコールされた理由っていうのが、表向きは、なんて言ったっけな。表向きはなんて言ったっけ。まあ、表向きはそうだけど、実際はなんでかはわからんみたいな話だよね。で、まあ、アトリが自分のバッテリーを使ったら、というね、夏希さんの役に立ちたからって言ったけども、却下だ言うて怒ったね。これだからもうだいぶ夏希はあのアトリをこう人間としてこう扱い始めたんじゃないかなと思うんやけどね。その あそこの、人間として扱うべきかロボとして扱うべきかって言ったところの、夏希なりの答えとしてアトリを人間として扱おうとしてるというのがあの言葉に出てたんじゃないかと思うけどね。却下だ言ったのはちゃうかな。どうかな。うん、はい。で、却下だ言うて終わったかな。果たしてどうなんやろう。だからちょっとなんかこう どういう展開になっていくのかな。まあ 100% ないと思うけど、夏希がこうアトリをこう人間としてこうちょっと ラブ的なにはならんかな。 100% ないと思うんやけど、ならんかな。さあ、ほんならね、もうこっからはバッテリーをどないすんのかという話と、キャサリンが果たしてどういう関わりをしてくるのか、ですわな。ほんで、借金が増えたかなんか、もっと大きな金が必要になったって言ったけど、それはなんで？借金のその利子が増えたとかそういうことか、そんな単純なことじゃないやろな。なんかどでかい秘密を持ってそうやね、キャサリンは。ほんで、さらに、最後に、夏希がね、なんかこう、のんこをこう、思い浮かべながら、なんか、なんとも言えん表情しとったけど、いや、でも一体なぜのんこをこうね、こう、回想したのかってのも、ちょっと、まあ、気になるところですな。はい、ということで、アトリ、マイディア・モメンツ、4話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなど、よろしくお願いします。はい、ここから1分ちょいで自己紹介するんで、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない在宅で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在もコロナの影響で、約4年6ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますので、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろをスタートして、今日で1590日目です。長いです。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年の4月の24日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられるという地獄味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、これずっと言ってます。それでもなおやればできる諦めない伝えたい、そう思って1日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。